モンティフリップサルチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。えー、モンティフリップの高田です。金曜日は私が担当しております。えー、今週もですね、えー、おすすめのメガネフレームをご紹介したいと思うんですけれども、今週はこちらのメガネをご紹介したいと思います。はい。本日 おす,すめするフレームはこちら福井県沢屋さんの、まあ、越前の国人六作のフレームでご覧の通りブロータイプです品番が JN の050サイズ53レンズサイズ53ですね花幅が18テンプルは 145の商品になります。こちらがこういった跳ね上げのタイプになっておりましてこちらが黒縁にゴールドのタイプですね。ロ黒縁にシルバーのタイプになっております。で素材はこちらセルロイドを 使用しておりますここにも書いてあるんですけれどもはいセルロイドの何がいいかと言いますとまずはこの硬さですね硬さが非常にありますので、えー、ちょっとやそうとじゃ曲がらないですで、まあ、ご覧の通りすごく厚みがあるフレームになって おりますはいインパクト抜群のフレームになりますけれどもまあサイズも含めてちょっと男性的なデザインと言えるかもしれませんはいかけるとこんな感じになりますやはりブローラインは分厚いのでだいぶ強調される感じになります サイズはもうかなり広めでメンズサイズになると思うんですけれどもやはりセルロイドなのでアセテートのフレームに比べるとちょっと硬い感じがします、はい、でこの硬さがやっぱりとセルロイドの特徴でして、まあ、一度かけ心地調整しますと、えー、なかなか曲がりにくいのでそのままずっとこう同じフィット感でかけていられる というのも魅力ですし、まあ、特にこういう黒縁ですとこれ表面のですね艶の出方がセルロイドの方がきれいに出ると言われておりまして、まあ、ちょっとヌメッとした感じですね分かりづらいですけどがこう出やすくなりますで、まあ、このタイプですと、えーまあ、特にちょっとこうお妬の えー、方ですと近くが見えづららいいいいとという方もいらっしゃるかと思いますド入りの眼鏡をご使用になってて眼鏡を外さないと近くが見えない時は跳ね上げて近くを見るとこういう使い方ができますしまもしくはカラーレンズを入れてサングラスで室内は跳ね上げてお過ごしになるという使い方も いいいかなと思いますこちらがブラックゴールドのフレームこちらがブラックのシルバーですね中もメタルフレームになっております、はい はい、というわけで本日はこちら、えー、ジンロクサクの「人六作」の跳ね上げフレームですね跳ね上げのブロータイプをご紹介させていただきましたこちらの商品価格は、えー、定価3万8000円プラス税消費税ですね、はい、こちらモンキーフリップロストにてお取り扱いをしております えー、気になった方はお問い合わせください。はい。えー、というわけで本日金曜日は私、高田がお届けいたしました。最後までご視聴ありがとうございます。えー、また、いいねボタンと、えー、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。